どうも、鈴木です。今回は誰でもできる怠慢でめちゃめちゃ使える強い技7000。はい、ということでね、僕が普段使っていてめちゃめちゃ使える技を7つまとめたので、この動画で紹介していきたいと思います。本当教えたくないな、強いからな。この動画見たらね、すぐ練習して使えるほど強い技となっておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで早速1つ目やっていきたいと思います。一つ目がですね、怠慢ってまずこう始まるじゃないですか。これでよーいどんで始まると思うんですけど、その後の縦積みの時に使える技を紹介していきたいと思います。まず一回普通にやってみます。これが1個目の技です。もう一回やってみますね。はい、これですね。これが1つ目の技になります。まずやり方から、説明していきます。まず普通に縦積みを2回します。まあこれは何でもいいです。1回目はまあこっちでもいいし、まあ、こっちでもいいし、これでもいいし、何でもいいです。1回目は何でもいいんですけど、2回目の縦積みをするときに、1回目はまあ何でもよくて、2回目が横にこの壁をつけないタイプのこれをやってください。なぜかっていうと、その次にこれ階段を2つ伸ばしてこうしなきゃいけないんで、ここに壁があるとこんな風に、ここに壁があると今みたいに詰まっちゃうんで、縦積み2回目の時はこう、この横に壁を置かないタイプの縦積みをしてください。でその後に、これはどっちでもいいんですけど、左でも、まあ、右でもどっちでもいいんですけど、階段を2つ伸ばします。僕はいつも左でやるので今回左で説明します。伸ばします。でその伸ばした階段に床をつけて階段をつけます。そしたら結構進んでいって、で伸ばした階段に床と階段をつけます。するともうここまで来れるんですね。これ相手視点から見ると、よーいどんで、相手はじゃあ普通にこう縦積みしますよね。相手は普通にこう縦積みしてくると想定して、でさっきの縦積みを実際やってみると、はい、もう相手がここにいるのに対して自分はここにいると、その時点でだいぶ有利が取れます。実はこの技1回前にも動画で紹介したことあって、僕も普通に普段からめっちゃ使ってるんで、めちゃめちゃ強いので、この技ぜひ使ってみてください。マウフィンさんとかも使ってたかな。マウフィンさんの剣バトの動画とか見るとよくこの書道使ってた気がするので、間違いないと思うのでぜひ使ってみてください。はい、では次、次はですね、また新しいというか、もう一つの書道なんですけど、一回じゃあ普通にやってみます。はい、こんな感じですね。じゃあゆっくり解説していきたいと思います。じゃあ実際に解説していきます。まず最初はどんな縦積みでもいいんで縦積みしてください。ちょっと床出ちゃいましたけど、それはちょっと見逃してください。で縦積み2回したら、まず階段を1個伸ばします。1個伸ばして、この階段、自分が今乗ってる階段のこの辺に立って横を向いて床と階段を置きます。すると自分がこの上に来ますね。でそのまま走りながら奥の方に壁をこう置きます。
別にこの下は置かなくてもいいんですけど、まあ、そこはお任せします。この前2枚は置いてください、絶対に。そしたら次こっちの方へ飛びます。これで完成です。でこっから例えば強いのがここにこうかけてこう開けて打つとか、本当に強いですこの技は。じゃあ今から相手視点に移りたいと思います。相手視点はまずまた相手が普通の縦積みをしてくると想定して、はいこれですね、相手はここにいますと。その時に自分がこれを敵から見るとこうなんですよね。普通に登っていくとこうなって、で壁取られてる、で上来てる、もうやばいんですよ。こう開けた時に敵がここに、ここですよね、ピンのところに敵がいて、開けた時にこうしちゃえばもうフルボックスです。ここの壁も取れてる、ここの壁もここの壁も取れてる、で屋根も置いてるし、ここも全部取れてる。でここにいる敵を撃つ。自分がめちゃめちゃ有利な状態でこうまず先手を当てられるっていう。でこっちがめちゃめちゃ空いてると思うんですけど、ここから逃げられそうになったらもうここもこうしちゃえばもうここにいる人はもう全部敵のなんで、もうなすすべなしで、またこっちに逃げてきても打てばいいし、相手がここから動かんかったらこうやってやってもワンボックスでこれやってればもう絶対勝てる、そんな技となっております。もうマジ初見殺しっていうか、もう一瞬で普通の縦積みしてくる人を倒せる技なんで、これはブユリルさんが使ってた技で、タイマンの動画とかで使ってたんですけど、マジで強いんで、これ初見殺し間違いなしの技なんで、ぜひぜひこれはマジでおすすめです。最近僕もよく使ってるんで、ぜひ使ってみてください。ということで次次がですね、次がラストの初動なんですけど、僕がうわ強いなこれ勝ってるかなって思った時に使う技なんですけど、じゃまず普通にやっていきます。はい、こんな感じですね。これはもう何が何でも上を取りたい時に使う技で、簡単なんですけどやり方を説明していきたいと思います。まあ普通にまず縦積みしますよね。そしたら2回やったらまず階段を伸ばして屋根をこう置きます。そうすることでよく上手い人がいるこうやって行くやつあるじゃないですか。で普通に向かってきた人がこうやって来るんやろなっていうフェイントをかけて、ここでこれはないんですけど屋根だけですけど、これを置くことによってここにいる人が、あここ開けてくるなって思うじゃないですか。そこでフェイントをしてさっきやった床と階段で登って、さらにこっから縦積みを 1,2,3 回すると、するともうめっちゃもう一番高く、今まで紹介した技の中で一番高い場所に来れて、上はほぼほぼ取れます。相手視点だと敵がここにいる状態になります。もう全然高いじゃないですか、守るしかなくなるっていう。相手視点から見るとこうなっていると、これを簡単に取れるかつ強い、建築バトルならではの技なんですけど、ぜひぜひ使ってみてください。この技はね、猫くんがタイマンの動画で使ってたので、信頼度はあると思います。猫くんキッズの皆さんはぜひぜひ参考にして使ってみてください。ということで